生日だよ。サンソンさんハートありがとう。8時だよ。全員集合。両親さんファイト。こう結婚してみゃん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 。そんなに差がついたんですか。でも幸せなら OK です。今ログイン中。小人さんたい焼きありがとう。和菓子クリア3周目、たくさんねんでした。ポンさんありがとう。たい焼き、たい焼きありがとう。ジョンさんたい焼きありがとう。朝食べていいの。チャオさんありがとう。美容院は明日かな。チャオさん丸友ちゃん、たい焼きありがとう。なんか元気ない、大丈夫。朝眠くてこうなっちゃう朝は眠くてポワポワしちゃう。わー丸友ちゃん、チャオさんありがとう。たい焼き、名口さんもありがとう。ぼやっきーさんもありがとう。まるともちゃんありがとう。うんうん、そんな切らないよ。毛先切ってたっけ。歯磨いたか。クチクチクチしかしてない。うん、朝強かった。チャオさんありがとう。キレられ案件よ。そううん、眠たくって。朝散歩いいね。目が覚めそうだ。朝ウォーキングでフラワーのゴミ拾いした。えらい。フラワーフェスティバル、お屋台。また行きたいかったな、昨日の夜。ムシムシするよね。カビトさん、チャオさんありがとう。嬉しい。
ちゃんとねお散歩いいな。実家にはつぶらちゃんっていう名前のワンちゃんがいる。その子とお散歩する。120万人すごい。そんな動員したの。ヘアピューラのサウンドで作曲できたらすごい。パグ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 ちゃんもかわいい。いいね。パグちゃん。アンドーナツさん。たい焼き。キュウリの一本漬け食べたい。元気だよ。うちの子はキャバリアちゃん。キャバちゃん。一本食べきれる。パグパグっぽい。コリーベイビー。ジャッキーさんたい焼きありがとう。でこっちのホワイトさんハートありがとう。ちょっとだけリセキしていい？ブラシ取ってきたい。お水飲みたい。ありがとうございます。繋いどいてください。なんか一発ギャグとか眠たくって。うん、離席札置いといて。ちょっと行ってきます。行ってくるディアンス。湿度高いよね。高すぎるぐらい。ブラシって私これどこに置いたっけ。え、湿度高い。除湿。投げちゃった。ただいま。キゾタイムしてる。おはよう。おはよう。みんなチャオさん、ソンソンさん、ジャッキーさん、お
はよう、ただいま、サーサーさん、ハートありがとう、チャオさん、ジャッキーさん、ミッドナイトシュガーさん、ありがとう。ギャグが思いつかない、汗優しい、おはよう、ジャッキーさん、ありがとう、フォーユーさん、ありがとう、たい焼き、フォーユーさん、ハートありがとう、ひろしげさん、こびとさん、いっこ、まさん、ひろしまさん、たい焼きありがとう、瀬戸内のひさまさんもありがとう、ミッドナイトシュガーさん、こびとさん、貝柱さん、コミトさん、ありがとう、たい焼き、ありがとう、グラファンさん、ハート、ありがとう。え、一本漬け簡単にできる作り方、わかりやすいやつ、もう今すぐリプして、知りたい。大阪のひろしだよ、結婚して、みゃ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 、結婚だなんて、パパが許してくれないよ。今朝の温活は、じゃあちょっと古びたバスタオルで足を温めよう。暑いけど、暑いけど、聞こえないで、ミャ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 。それでもシェアイロン、ヘアアイロンしていくわ。中婚って犯罪？温めた方がいい。温活の基本、白湯、白湯飲めない。教授にリプしてくれるの嬉しい。きゅうりの一本漬け食べたくて食べたくてたまんないの。自分で家で作りたいけど、一夫一妻制、一夫一妻、キュウリは買いに行くよ。一汁一菜だね。うち、あ、必要なの？もうサイン会全然大丈夫よ。ありがとう。あっち、アイロンしたら熱くなる。グラファンさん、ハートありがとう。179日連続配信ありがとうございます。大阪のひろしだよ、間違えた、かわいい、ありがとう。眠いけど今日も一日頑張ろう。またね、もう時間。グラファンさん、ハートありがとう。今朝のハイライトは、
まだそんなに来てないからわかんないな。今朝キュウリ3、1キュウリ3材料。熱い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 。すごい、180日って半年。サブロク湯気が出てくる。うん、カミリアケイさん、チャオさん、ありがとう。でもさ、キュウリの一本漬けとさ、モロキュウとかさ、キュウリのなんか違うやん。あれ違うよね、別物よね。キュウリの一本漬けがね、美味しい。目覚めていくよ。はぁ、怖い。うん。そしておちのおひさまさん、チャオさん、たい焼きありがとう。 BKB さんもたい焼きありがとう。うん、味付け違いそう。もしかしてキュウリを冷やしただけで美味しくなる。まだちょっと眠い。美容院の設定は、ね、自営業で若手女社長。先生、あれ良くない？大はにげ中の裏あるあるおちゃららららら、絶対絶対聞こえるよ。とんちゃん、たい焼きありがとう。雇ってください、運転手します。職業はだるまです。初代ゴルダル女王、職業はだるま職人で、高ゆきさん、かわいい、ありがとう。クラコン笑った。クラコンポーニョポーニョポニョ、膨らんだ丸お腹の元気なこうってね、昔の私は、
それを逆再生にしたんだと思う。アイロンでやけどしないようにね。ありがとう。痛かった。朝ごはんカフェラテかな。カフェラテとスムージー。かゆい。みゃんみゃん。前髪長い。朝ツイートよかった。綺麗になった。広島は暑すぎないし寒すぎないしちょうどいいよ。コンビニのスムージー美味しい。ピンクの、私が飲んだのは緑のやつだったけど、ピンクはブルーベリーみたいな。私は野菜が取れるやつにしたんだよね。パイナップルとケールが入ってるやつ。 BKB さんたい焼きありがとう。でも私今回はでも緑のやつさ、野菜が取れるって書いてるからさ、ちょっといいなと思うし、ピーチのもある。ちょっと調べてみてもいい？うわー、ダブルベリーヨーグルトスムージー、マンゴーパインスムージー、グリーンスムージー、ストロベリー&バナナソイスムージー。すごっ。グリーンスムージー、ケールやパイナップルのほかアイスキューブに、何アイスキューブって、ブロッコリーや人参のピューレを使用することで、ああなるほど、1日3分の1の黄緑色野菜が摂取可能。野菜の自然な甘みとグレープフルーツの爽やかな酸味が特徴。いってらっしゃい。緑のスムージーね、美味しそうだよね。チャオさんありがとう。たい焼きちゃん食べたくなっちゃう。焼きたてのやつもいいし、白いたい、ダブルベリーヨーグルトスムージー、ストロベリーとブルーベリーをふんだんに使用、2種類のベリーをヨーグルトとミックスすることで生まれる爽やかな甘酸っぱさが際立つ仕立てにね。いちごバナナソイスムージー、いちごやバナナなどのフルーツに、やばい足がかゆい、蜂蜜の自然な甘みをプラス、さらに国産大豆を使用したまろやかな豆乳を組み合わせて優しい口当たりに育てました。間違えた、仕上げました、育てちゃった。マンゴーパインスムージー、マンゴーとパイナップルの果肉を、パッションフルーツピューレを使用したアイスキューブによってトロピカルなフルーツの甘みや酸味を引き立てました。全部でね、全部これ300円ない。すごい。
んかフードロス削減の取り組み、マンゴー、うん、スムージーだ、スムージーでなんかブロッコリーの茎部分とかピューレにして入れてるんだって。偉い。約70秒で完成。確かに早かった。クラファンさん、ハートありがとう。ね、飲んじゃいそう。あー、二度寝したくなってきちゃった。チャオさん、たい焼きありがとう。たくさん、え、アイスのキューブには豆乳、蜂蜜、果汁、そしてピューレ状にしたブロッコリーの茎など出てきたアイスキューブ、美味しさをぎゅっと詰め込んだので飲み心地も滑らかで、さらに氷が溶けても味が薄くなります。いいよね。70秒でできちゃうし、ナラシカさん、ナラシカ猫さん、たい焼きありがとう。フォーユーさん、たい焼きありがとう。チャオさん、たい焼きありがとう。二度寝の魔力には勝てんけね。準備しないと。9時半にはね、ここ出るつもりでいるから。チャオさん、ズーレスさん、たい焼きありがとう。ありがたい、ありがたや、ありがたやね。あ、私ね、スムージーお家で作れる機械ある。だからそれこそケールとかさ、冷凍ケールとか買ったら保緑食野菜のやつ作れちゃうか。まな板ないけど、まな板なくても調理できる。チョコとアドバカドはやばいって。スムージー既読。二度寝の夢を見たの、すごい気持ちよさそう。眠気と戦い中よ。スムーディー。
更新も始まりだした。今日のレッスン楽しみ。間違えた。今日の予定は内緒です。貝柱さん、たい焼きありがとう。ピーマンさん、ズーデスさん、たい焼きありがとう。ホリちゃん、たい焼きありがとう。うん、準備すっか。準備すっぞ。今日も頑張る。 I can do it? You can do it? We can do it! めっちゃおもろい。肩しか見えなかったね。 We all can do it。 Achieve it。 You can do anything. We can do it. We can do anything what we want. よし。できる。Can do.一週間の始まりは気合を入れような。きゅうりの一本漬け食べる。カニカマの季節。
つ、何を初めにしなければならないかと言いますと、気取られていますか？Tell me why.すいたよみんな。ゴールデンダルマのティッシュを持って帰ろう。かわいすぎるやろ。やばい、テンションが、え、てか待って、やばいかもしれない。体質が過ぎた体質が過ぎました。ただいま。チャオさんありがとう。はあ、はあ、たい焼き
ありがとう。チャオさん、たくさんありがとう。笠間さん、ありがとう。ハート気取られてる。朝マック、お嬢さん、チャオさん、ありがとう。ハセピーさん、たい焼きありがとう。フォーユーさん、チャオさん、たい焼きありがとう。たくさんや、怖いほどや、ありがとうございます。チャオさん、フォーユーさん、ひなとらさん、もりちゃん、チャオさん、すごい、アイさん、ズーデスさん、すごい、ズーデス、チャオさん、一個、ギャギャギャー、チャオさん、ギョギョギョ、フラファンさんも、チャオさん、たくさん、一個も、お嬢さんも、わー、たくさんありがとう、こういうさん、チャオさん、リコチのホワイトさん、マーシー、チャオさん、花は誰のもの、100点、すごい、カラオケ、チャオさん、ありがとう。うわぁ、ほんとに、マーシー、ゴルダル、ありがとう。オリちゃん、ありがとう。チャオさん、カエル班長さん、オリちゃん、ありがとう。わぁ、ありがとうございます。すごいたくさんいただいておりました。ありがとうございます。りょうじいさん、ありがとう。ハチスケクマさんも、ありがとう。ほうゆうさんも、ありがとう。すげえ逆切れ。うん、仕事戻る。えら、お疲れ様です。わしはね、まだ準備が終わってないけど、みんなからもらうの申し訳ない。りょうじいさん、ありがとう。たい焼き、優しい、おはよう。たい焼きがすごいんだもの。何か胃に入れようか。ママに連絡しよう。ママって広島晴れそうなのでは。かゆい。ママに
はよ。血糖値上げるべき？なんか食べるべき？じゃあやっぱ一回ね、食料もらったからね。かぼちゃのスープとかあるよ。かぼちゃのスープにする？ビーフハヤシもあるで。食べよう。クラムチャウダーもある。かぼちゃのスープ、かぼちゃのスープかな。袋は開封せず側面を広げ、電子レンジ中央に必ず立てておき加熱してください。1分10秒。割と朝から配信も行けるかと思ったけど、壁に行こうと。離席してるってこと？私さあ、どうだぜ。できたよ、みんな。できたよ。かぼちゃのスープできました。チャオさん、ポンさん、ありがとうね。ありがとう。たい焼き、タコさん、サンソンさんもたい焼き、一行もたい焼き、ありがとう。ルタくん、ハートありがとう。たくさんありがとうございます。ありがとうね。なんかお皿に移してって言われたけど、お皿に移した方が安全だよね。
そのまま食べてもええんで優しい。でもさすがになんかええーとかなって危ないよ。チャオさん、わあありがとう、ありがとうね、たい焼き元気になる。かぼちゃオンで直飲みしたら、ただただでは、いただきます、いただきますね、入れ物かわいい、うん、うん、美味しい、あすごい、うん、すごかった今、うん、トマトスープのホワイトさん、うまありがとう、え、おいしい、うん、リコチのホワイトさん、ハートありがとう、お茶が甘くて、うんうん、え？美味しすぎる。ちょっと重くて飲めん。うん。重くて持てん。このお皿が。重くて飲めんとか、いや飲んどるやんって、うん、めっちゃ美味しい、うん、悲しい、あっという間になくなっちゃう、10% になっちゃった、うん、美味しい、だってこうやって持ってるもん、もうめちゃめちゃよくわからん握り方してる、うん、 I want it that way、イケモチ、うん、私ワンダイレクションさん好きだった、うん、今も好き、おいしい、アンダイレクションさん、ワンダイレクションさんの一番好きな歌は No control powerless And I don't care it's obvious But now I'm in enough you The patterns of my control No control、 え、あ、もうなくなっちゃいました、ごちそうさまでした、めっちゃ美味しかった、びっくりするほど
美味しかった。チャオさん、たい焼きありがとう。びっくりするほど美味しかった。かぼちゃのスープは美味しすぎた。あと何が私には必要？読み終えた本、ママに読んでほしい本とか。 What makes you beautiful? なんだっけ。 You don't know you're beautiful if only there were nobody else. I knew that just it's over here, overwhelmed. You don't know, oh, oh. You don't know you're beautiful, oh, oh. What makes you, what makes you beautiful? Dun, 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 dun. ほんと一番好きかな、ワンダイレクションさん。めっちゃ聴いてた。高校生の頃とか。チャオさん、たい焼きありがとう。あとは、チャーリー・プースさんとか。ショーン・メンデスとかデュアリパとか懐かしい。めっちゃ聞いてた。チャオさんありがとう。今でも聞いてるのは本当エド・シーランさん。もう殿堂入りです、エド・シーラン。なんか多分さ、聞いてる曲ってさ、ちょっとさ、性格恥ずかしいやん。なんか恥ずかしいけど言っちゃう。エド・シーラン、チャオさん、たい焼きありがとう。あとなんだろう、チャオ、あ、チャオ、私今、チャオさんで一番好きな曲はみたいなアーティストさんになっちゃう。エド・シーランさん、チャオさんありがとう、たい焼きありがとうございます。そう、自分が暴かれる感じとか曲も本とかもすごい趣向が出ちゃう。恥ずかしい、そういうの内緒。最近は内緒にしてる本。でも最近読めてないから、ちょっと読めるとき読んできた。エド・シーラーさんです。一番好きな歌は、おすすめするの恥ずかしいよね、本って。確かに好みが出るからかね。なんか、あ、この人ってこういうのが好きなんだって分かっちゃうじゃん。そこがね。グラファンさんありがとう、たい焼き。Have a nice day! タイムツリーから来た。今日はやばいぞ。よし、え、ちょっとさ、ほんと準備しないと。わあ、グラファンさん、たい焼きちゃんありがとう。でもなんかご飯食べてすごいやる気にみち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 溢れた。送ってみた人ありがとうすぎる。確かに本はその人のことを知れるよね。Have a nice day. Have a nice day. ガールとかめっちゃ好きかな。 Go away girl.
負けてフラワーもいい。歌えんけど。え、違うよこれ。これ。Love Yourself やん。ジャスティン・ビーバーさんの。も好きでした。ジャスティンも好きです。チャオさん、チャオさん、チャオさんありがとう。待って。チャオさん見間違いかな。他にもあげてくれてた人いる？チャオさん、チャオさん。すごいよ、チャオさん。うん、食べてすぐ流す。わー、すごい、チャオさん。そう、ちゃんと洗ってる。チャオさん、ありがとう。うわ、ずーっとすごい、チャオさんは。ゴールウェイガールは、エッチシーランさん。チャオさんありがとう、ありがとうございます。え、他にやること、あ、そうだ、読み終えた本を。楽しくなってきたぜ。よし、いい感じ。よし、いい感じです。フォーユーさんありがとう。え、すごいね、すごいね、7万差まで縮まったの。いや、あ、チャオさんすっごいたくさんありがとうね。すっごいたくさん嬉しいです。もう頑張る、ありがとう。皆さんありがとうございます。もうそろそろ本格準備に取り掛かろうと思うので、これから配信終えようかなと思います。私の配信見てくださってありがとうございます。え、でもすごい目覚めました。やっぱかぼちゃのスープがね、一番目覚めに良かったですね。ありがとう、ゴールドキゾリストだった。本当にありがとうございます。あの離席多めですいません。ありがとう。じゃあもう団長の方呼ぼうか。ふきゅきふさん、新谷林さん、としっくん、ふうさん、ていいちさん、ようくん、さとさん、今もまだふうちゃんロス中さん、うえちんさん、ヒュートンさん、ロンパオさん、ペングインさん、TM さん、シリコンバちゃん、くまけんさん、マッカロンさん、エレメンツさん、ケビンコリー、キャスパーダイくんさん、アッキーさん、ファイヤーサーフさん、ポンさん、ツノさん、カエル班長さん、アイさん、ボヤッキーさん、モビさん、渡辺さん、ヤマトくん、レッドリコチさん、ホワイトさん、オリちゃん、なべなべ所長、そして本日の秋元先生枠はサンソン先生でした。ありがとうございます。お嬢さん、グラファンさん、ありがとうございました。そして本日のメルヘンチェンジ第3位は一行でした。一行ありがとう。第2位はズーデスさんでした。ズーデスさんもありがとう。そして第1位はチャオさんでした。チャオさんたくさん
あのたい焼きありがとうございました。頑張りますありがとう。皆さん朝配信見てくださって本当に本当にありがとうございました。めっちゃみんなのおかげで目覚めることができたので今日も一日頑張れそうです。ありがとうございます。フォーユーさんファイトってありがとう。じゃあ私も頑張って行ってくるのでみんなも頑張ってね月曜日。じゃあ皆さん健やかに今日も行きましょうね。それで行きますよ、せーの、えいえい、おー健やかにみんな。あ、いいね、本片手に旅、いってらっしゃい、気をつけてね。皆さんありがとうございました。今からちょっとガチ準備ちょっと取り掛かる、頑張ってちょっと行ってきます。ありがとうございました。じゃあ行ってきます。ありがとう、またね。今日も一日頑張りこち。